方で始まりましたアマチュアチャンネル。さあ、過去最大の発表でございます。はい、これね、まあいよいよいろいろとね発表しようと思っててなかなかできなかったんですが、来月私アメリカニューヨークに行ってきます。はい、じゃあなぜニューヨークに行くんだっていうことなんですが、これですね、 YouTube から招待されてきます。はい、日本代表で行ってまいりますね。ワオワオみたいなね、日本代表になれたっていう感じなんですが、何の日本代表だってことなんですが、実はですね、エジュコンっていうですね、エデュケーションカンファレンスなんだと思うんですけど、まあそれが YouTube って行われてるんですけど、まあコロナ禍で多分2019が最後だったのかな。で、日本ではまあやってはいたんですよ、コンスタントにね、あったんですが、それの世界版に私呼ばれましたので行ってきたいと思います。まあ日本からはね、何人かの教育系 YouTuber が行くっていうことで、そのオファーをね受けた人たち行くんですよ。で、まあ、誰が行くのか僕知らないんですよ。で、オフィシャルから、まあ、公式からは、まあ、おそらく知ってる人ですよ、みたいな感じで言われたんで、だから、たくみさんに連絡したんですよ。たくみさん、ニューヨーク行きますか?みたいな感じで言ったら、行かないってきて、行かないんだ、断ったって言ってて、え、断ったの?って思って、いや、なんで?って言ったら、荷が重いって言ってた。荷が重いって。別にね、発表とかするわけじゃないですからね。だって発表とかするとお金発生しちゃうんで、そう、お金発生する場合ってビザ違うのになんなきゃいけないんで、だから普通の観光ビザって行けなくなっちゃいますから、それね。なんで普通に行ってまあ取材したりとか、いろんな人に会ったりとかね、そういった形でやってきます。だから他の選ばれた人たち誰なんだろう、連絡ください。多分繋がってるんだと思うから、 LINE だったり Twitter だったりでいただけたら、まあご一緒するかわかんないですけど、もう、ね、9月8日なんですけど、はい。私もう3日に行きます。はい。早い段階で行かせていただき、で、いろんなとこ行きます。そうなの?ちょっと来てよとかっていう人がいたら、まあまあまあ、ご連絡いただければと思うんですが、今のところ、決まっているのはですね、MIT。はい。マチャチューチャチュー工科大学ですね。はい。行ってきます。これはまあ自分自身がまあボストンにね、行った時に行ってはいるので、ハーバードと MIT 行ってるんですよ、僕ね。サンディエゴに留学してた時に、ボストンに3人ぐらいね、留学してたんですよ。同じゼミの人が3人もいたんで。だから行ってるんで。で、ニューヨークも、その時に行ってるんですよ。そして、まだ行ってきます。慶応ニューヨーク校行ってきます。はい。慶応義塾ニューヨーク校で、取材依頼通りましたんで、はい。中入ってきます。すごいよね。慶応ニューヨーク入る教育系 YouTube 初めてじゃない?なんで、2カ所の取材行ってまいります。まあ MIT はね、僕 MIT の寮に泊まってたんで、その MIT、東大卒で MIT 入った人が泊めてくれて、なんで2度目の MIT でございます。はい。そして慶応ニューヨークですから、まあね、ぜひね、こういう質問、MIT の人にはこういう質問してほしいとか、慶応ニューヨーク校の人にはこういう質問してほしいっていうのがあったらお寄せください。そして、ワシントン DC は絶対行こうと思ってるので、はい。僕はそのサンディエゴにね、行った時、サンディエゴにいて、で、ニューヨークとボストン行って、後悔したのが、ワシントン DC に行かなかったことだったんで、やっとワシントン DC 行ける。キャピトル見れるよ。なかなかもうほんと念願すぎてずっと行きたかったところなので、これをちょっと叶えてこなきゃなって思ってます。で、まあちょっとね、綾部さんがねニューヨークいないのですごい残念だなと思って、いてくれればさよかったんですけどね。 LA に移住したってなっててブーみたいなね。ニューヨークと LA なんてもうだって日本縦断するより遠いっしょ。だから今回はまあ行けないなと思ってるんですけど、まあ一応そういった形で私ニューヨークに行ってまいります。本当はね1ヶ月ぐらいいたいんですけど、さすがに仕事がありますし、トイック受けなきゃいけないんで、あ、そうだから9月トイックは午後受験にしてるんですよ。もし飛行機が遅れたりとかして日にち変わっちゃったりとかしたら困るので、なので午後受験に実はしました。はい。まあ時差ボケね、ジェットラグの状況でね受けるって初めてかな。そんなどうなるのかトイック楽しみにしております。なんでまあ一応ボストンとワシントン DC、 そしてニューヨーク、この3カ所に行こうと今のところ思っております。やっぱりね、英語できるといいですよ。そのエジュコンの人たちだって英語でやり取りしてるからさね、飛行機これとこれどっちがいいとかさあ、もう最初の申し込みから英語だったからね、そもそもね。招待状来て、はぁ、英語できてよかったって思ったよね。はい、インビテーションが来て、でそのインビテーション全部記入して必要情報ね、マイレージのねナンバーも入れてくださいみたいなのがあってね、あ、やったって思ってね、アナのやつ入れたらさ、そしたらね、アメリカンエアラインできたから、アメリカンかいってね。アメリカンは JAL と提携なんで、まあまあ JAL のマイレージも持ってるんですけどね、ユナイテッドが良かったなと思って、スターアライアンスだよね、ユナイテッドだったらね、っていうのもあったんですけど、面白いですよ。その後やり取りして、直行便じゃなかったんですよね。シカゴに泊まるって書いてあったから、じゃあさ、ここのシカゴで乗り換えの時に
こうシカゴにさ一泊できないとかってね送ったりして無理って帰ってきましたけど、そうだこういうねメールのやり取りとかもできるんですよ。で帰りは直行便だったかな。2つのチョイスがあって2個目のチョイスはあれだった、ダラスによるやつだったね。いやだからねちょっとダラスも行きたかったけどね、めちゃめちゃ行きたいわダラスとかも。まあいずれはちょっとねアメリカを縦断するっていうのもねやりたいと思いますしね。そうこのために私はアメリカに行くためにワクチン打ってましたから、そう海外に早く行きたいから、だからまあワクチンがどうだこうだあだこうだっていうねいろいろありましたけど、もう3回絶対打つって決めてたのはそういうことです。ちゃんとあのパスポート、ワクチンパスポートでしたっけ、はい申請してきました今日。これからエスタもね申請して、で帰りも大変なんでね PCR 検査受けて日本に行かないと、日本で止められちゃうからね、さすがにそういうわけにもいかないので、はい、いろいろ頑張らないといけないと思いますからね、皆さん本当によろしくお願いします。これも応援よろしく。あー森鉄パーカー着てないわ今日。森鉄パーカーで行きましょうかイベント。いやダメかな。めちゃめちゃ自分のチャンネルアピールする人だよね森鉄パーカーで行ったら。いやどうしよう。あビジネスカードね、名刺も作んなきゃ、うん、もうやらなきゃいけないこといっぱいですわ。やっとですよ、やっとアメリカの映像とか YouTube 乗っけられるじゃん。で全然載せてないもんね。YouTube 始めてから海外の動画載っけてないもんね。中国に不動産買いに行ったぐらいだもんね。あれだってもう本当行って契約してすぐ戻ってきただけだったから、全然動画残ってないし、それ以来ですね。その前とかはね、その YouTube 始める前とかはまあサイパンだったりとかアジアの国回ったりとかしてたんで、ね、その辺あったんですけど動画にはできてないんでね。ドバイ行ったりとかもねしてたし。いや残念だったな。いや今回やっとですわ。海外の様子をお届けできますので、はい。いかいかに私がフッカルなのかっていうね、本当に一日のスケジュールとかむちゃくちゃで動きますからね、もうバンバン行くから。もうなんかガイドブックとかあったらもうあここ乗ってる場所をバババババって見て、よしじゃあここ全部行こうって。英語ができればですね、どこの国行っても現地着いてから現地の人雇うんで、で雇ってでじゃあここを連れてってって言ってヨーンって行くっていう感じになるんで、いやー楽しみです。日本代表としてまあここで取材して、でまあその取材した模様は10月の日本でのそのエジュコンのイベントがあるはずなので、そこで発表するっていう形になると思うので、はいぜひ楽しみにしておいてください。しかしその発表、ちなみにまあその10月のエジュコンの発表の前にもまた私海外行ってきますということで9月10月2回行ってまいりますので、お楽しみに海外の模様をお伝えすることができますので、お楽しみにしてください。もう月1ぐらいでねちょっともう行きたいですね海外ね。まあこのねコロナ禍で私使うの海外だけですから、本当に本当使わなかったね全然お金。もうあれだけ使ったのは何、あれあれ校舎買うだけ。もう校舎3つね持ってるから、その3つでそれぞれまあ1000万円ぐらい使ったぐらいなんで、そういう感じなんですよ。海外行かなかった分、ね、使いましたという感じです。なので日本代表になれました、嬉しい。ちゃんとこの英語ができることの良さっていうのをやっと皆様にお伝えできると思いますので、はいぜひとも見ていただければと思います。はいニューヨークにいる方ね、ぜひねニューヨークワシントン DC にいる方ね、はいぜひまあなんか案内しますよとかあったら、はいお知らせください。9月から9月行っております。はいご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 頑張ります。